はいどうも皆さんこんにちは。今回は岩倉使節団と留守政府についてお話ししていきます。この頃の政府は薩長と日野藩閥政府、彼らが政治を主導して改革を行っていきました。そんな時に派遣されたのが岩倉使節団です。こうして政府は日本に残った留守政府と海外に派遣された使節団に分かれます。しかし彼らが海外に行って帰ってきた時には意見が対立するようになっており、両者は争っていくことになるのです。これが今回の動画のお話です。それではまず最初に岩倉使節団とは何なのかという話から始めていきましょう。岩倉使節団というのは岩倉朋美を代表とした使節団のことです。大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山口益香が副使として従っており、彼ら以外にもたくさんの留学生が同行しました。使節団の目的は大きく分けて2つ、海外の視察と条約改正交渉の準備です。海外の様子をその目で見て回って、今後の日本が目指すべき方向性を定めること、そして江戸幕府が欧米各国と結んだ不平等条約の改正交渉の準備をすること、これらを目的として日本のトップ自らが世界を見て回ったのです。とはいえ当時の日本は廃藩置県という大変革を成し遂げたばかり、新政府の中心人物が海外へと出かけるというのは大胆を通り越して無謀にすら感じます。しかし彼らはリスクを負ってでも海外に行くべきだと考えたのです。こうして岩倉使節団が世界を回っている間に日本に残っていた政府のことを留守政府と呼びます。こうして岩倉使節団は横浜を出港しました。日本を出る前に大久保利通は、我々が帰ってくるまで重要なことは決めるなと留守政府に釘を刺して日本を出発していきます。こうして岩倉使節団がまず最初に向かったのはアメリカでした。ここで大歓迎を受けた一行は気を良くして、こんなに歓迎されるならこのまま条約を改正できるのではと考えました。こうして条約を改正してくれませんかと言って様子を伺ったのですが、調印には政府の委任状がいる、君たちは持っていないじゃないかと指摘されます。こうして急遽委任状を取りに帰る羽目になり、日程も遅れ交渉もままならず、岩倉使節団たちは外交の厳しさを思い知らされたのです。結局改正交渉は打ち切りましたので、これ以降は今後の日本が目指すべき方向性を見定めることに集中していきます。アメリカを後にした使節団はイギリスに到着。これ以降ヨーロッパ各国を見て回り、たくさんの人に会いますが、この経験が彼らに大きな影響を与えました。進んだ欧米の文化をその目で見て、欧米の考え方を教えてもらったのです。なぜこんなにも文化が進んでいるのだ、その理由を探った彼らは一つの考えにたどり着きます。それは欧米の文化が進んでいるのは産業が発展しているからだという考えです。つまり文化を発展させるためには順序があり、まず産業を発展させなければならない、そう考えるようになったのです。この旅行によって大久保利通は殖産興業によって国を富ませることの重要性、木戸孝允は憲法の重要性を学びました。結局アメリカで時間を使ったしわ寄せが来てしまい、後半に予定していた国の訪問は中止して使節団は帰国しました。一方留守政府は誰が指導していたかというと、戊辰戦争の英雄である西郷隆盛と板垣退助でした。彼らは我々が帰ってくるまで重要なことは決めるなと言われていましたが、明治維新という日本の大変革期に何もしないというのは無理な話です。その約束を破り、急進的な改革を次々と行っていきます。今回の動画ではその中でも人事改革と徴兵令、この2つに絞って留守政府の改革を紹介します。まず人事改革についてお話しします。この頃から存在感を持ち始めるのが土佐藩出身者と肥前藩出身者です。特に肥前藩出身の江藤新平は司法省のトップに就任し、日本近代の司法制度の基礎を築き上げていきました。この江藤新平は不正を許せない性格だったらしく、新政府内部で長州の山形有朋や井上馨が商人と癒着している現状を見て、彼らを厳しく追及し、最終的に井上は辞任に追い込まれるなど、長州藩出身者から恨みを買っています。こうして留守政府では土佐・肥前出身者の派閥が主導権を持つようになってくるのです。次に徴兵令についてお話しします。徴兵令というのは政府が出した法令で、国民は一定期間軍隊に所属してもらう
ということを定めました。つまり日本全国にいる国民に対して兵役を課したということですね。江戸時代と明治時代を比較してみると、江戸時代に刀、つまり武力を持っていたのは武士だけで、農民や商人は刀を持ってはいけませんでした。しかし明治時代になって徴兵令が出されると、もともと農民だった人も商人だった人も武器を持たされます。このように国民のみんなが兵役につくという考え方が国民開兵という考え方です。おそらく理解しているかと思いますが、皆と書かれているものの、女性は兵役にはついていません。兵役についたのは20歳以上の男子の中から選ばれた人です。しかしこの徴兵令は民衆からの評判がめちゃめちゃ悪いものでした。今まで農民や商人だった人たちからすると、新しく兵役を課されたということは新しい負担を増やされたということになります。さらに今まで武士だった人たちからすると、農民や商人だった人たちが武力を持ったことにより、特権だったはずの武力が特権ではなくなります。しかも政府は国民開兵を説明する際に、人である以上全力を尽くして国のために報いるのは当然のことである、西洋の人はこれ、つまり兵役のことを血税と呼んでいるとして国民開兵を説明しましたので、民衆の中には血税というからには血が抜かれるのだろう、献血を強制されるのだろうと勘違いして反対運動を起こす人も現れました。これが血税一揆と呼ばれる徴兵令反対一揆です。民衆たちが徴兵令に反対して一揆を起こしたように、今まで武士だった人たちも政府への不満を溜め込んでいました。このままでは武士たちも反乱を起こす、国内で爆発されたらたまったもんじゃない、国外にそのエネルギーをぶつけさせよう、政府はそのように考えたのです。こうして考えたのが政官論です。詳しくは別の動画で取り扱いますが、とりあえず現段階では武士だった人たちのエネルギーを国外にそらそうとしたと考えておいてください。この政官論に特に積極的だったのは板垣退助で、すぐさま朝鮮に兵を出そうと主張するほどでした。それを抑えたのが西郷隆盛です。突然兵を送るのはまずい、まずは私が話し合いをしてこよう、もし私が殺されたらそれを理由に兵を出せと言って西郷を使者として朝鮮に派遣するという決定がされました。しかしこのタイミングで岩倉使節団が帰国したのです。こうなると話は複雑化します。使節団は帰国したらびっくり、政府の主導権は土佐や肥前藩の出身者が握っていました。しかも西郷の朝鮮派遣が決まっています。薩長を中心とした使節団はこのままではまずい、土佐肥前に政治の主導権を握られてしまうと考えて政官論に反対していきます。順序が違う、まずは憲法や殖産工業が先だ、日本を強くしてその上で海外派兵を行うべきだとして内地優先を主張したのです。こうして西郷と土佐肥前出身者が主導権を握る政官派、大久保と長州出身者が主導権を握る内地派に政府は分裂しました。さてこうなるとあとは権力闘争です。政官論を名目にして政官派と内地派は争っていきます。結局この権力闘争に勝利したのは政官派で、閣議で西郷の朝鮮派遣が再確認されました。こうなると敗北した内地派は納得がいきません。岩倉、大久保、大隈、木戸は辞任を表明。これに困ったのが間に立っていた三条実美です。内地派がいなくなったらまずい、でも政官派の意見が認められた、このような対立の板挟みになった三条実美は極度のストレスが加わったのでしょう。精神錯乱状態になって卒倒し、病に倒れてしまいます。政府のリーダーが倒れてしまい、政府は大混乱に陥りました。ここで動いたのが大久保でした。これをチャンスと捉えた大久保は倒れた三条に代わり岩倉を政府のリーダーに決定。内地派の岩倉が太政大臣となったことで内地派の巻き返しが始まります。岩倉は明治天皇に閣議決定、つまりみんなで決めたことを報告する際に、閣議ではこう決まりましたが私は反対ですと言って明治天皇の反対を引き出し、閣議決定をひっくり返すことに成功しました。大逆転、一度決まった閣議決定を天皇を擁してひっくり返したのです。これに怒った西郷、板垣、後藤、江藤らの政官派は辞表を提出。政府から土佐、肥前の大半が退陣し、西郷に追従して多くの人々が下野、つまり
政府を辞めていきました。こうして薩長による藩閥が政治を牛耳ることになっていくのです。さていかがだったでしょうか。最後にお話しした明治6年の政変により政府は2つに分裂しました。権力闘争に敗北した人たちは武力・言論によって政府に反抗していきます。武力での反抗は士族の反乱を経て西南戦争、言論での反抗は自由民権運動へと進んでいくことになるのです。ということで次の動画では大久保政権と民選議員設立憲白書についてお話していきます。それではまた次の動画で。